始まる前に差別にわたるような発言をしないように皆さんお願いしますわというぐらいはやっぱりしておくべきだったと。今日の名古屋市議会の本会議で河村市長は今月3日に開かれた名古屋城天守閣のバリアフリー化に関する市民討論会で車椅子利用者に差別発言があったことについての市議からの質問にこう答え謝罪しました。一方、議論が平行線をたどるバリアフリー化について木造復元をすることと全員が登れるようにすることは突き詰めると両立しないと話しました。差別発言をめぐっては障害者団体らが第三者委員会を設置し再発防止に努めるよう市に要請しています。